今月の初中級のテーマは伸びてくるボールを返球しようです。跳ねてくるボールが来た時に差し込まれてなかなか前にボールが飛ばないであったり、高く跳ねてきたボールには力が入らないという声をよく聞きます。今月はそんなお悩みを解決していこうと思いますので、皆さん一緒に頑張っていきましょう。まず手出しでやっていきます。深くに球出しをしますので、軸足に乗って打っていってください。ここで無理に前足に乗ってしまうと突っ込んだ形になってしまい、うまく打てないので注意してください。軸足に体重をしっかり乗せれると打つ瞬間に足で地面を蹴ることができて、ボールを飛ばしやすくなります。ラケット出しで行います。先ほどと同様に打ちますが、ここでもしっかり軸足に体重を乗せることを意識しましょう。無理やり打つことよりも打点が近くになりすぎないように、軸足に乗り打点を前にキープすることを心がけてください。ラリーでは判断を大切にしていきましょう。深いボールが来た時に前に入りライジングという判断もありますが、ライジングはテンポが速かったりタイミングを合わせるのが難しいので、基本的には下がって打つことをおすすめします。下がるといってもコートの大きさや足の速さには限界があるので、下がるのが少し遅れた時やどうしても打点が後ろになりそうな時は、先ほど練習した軸足に乗るというのを意識してみてください。また後半の松本コーチはベースラインより少しポジションを下げることでボールとの距離を取っています。実際の試合では相手のボールが深くに来る場合は少しポジションを下げて打つというのも一つの手段になりますので、やってみてください。テニスの基本は軸足から踏み込み足に体重移動して打つことですが、今月は軸足に乗って打つのがテーマになっています。相手がいいボールが打ってきた時に対応できるよう、今月は軸足に乗りながら打つことも練習していきましょう。